KTC のあれ通りで行きますね。マニュアルもあります。まず単純に一応ルールとして全部カード書こうんですよ。あの車のお疲れ様です。ミラーをマジで動かしてそれはポッと置いてきれいな状態でも変わらなくダメなんです。わかりました。今運転免許ですね。確認作業ですね。それを順番に変わったら綺麗に書けないとダメなんですけど、はい。でそれと特にゴールデンなんかは今足触ってるだけだと言うこと聞かないでしょ、はい、必ず体重移動してあげないとダメなんですよ、はい、分かります。体重前の日本の時は人間が2本足で立ってるのと一緒ですよ。こっちを動かしたい時はこっちに体重を、こっちを動かす時はこっちでしょ、そしたら動くでしょ、ね、まあ、こうなってる状態ですよ。こっちをまず動かす時はこうするわけです。それどうするかっていうと顔を持ってこっちに、今こうほらブランブランって動いてるでしょ、うん、動かしてブランってなった状態の時同時進行で持ってあげるんですよ。で直す時に正しい位置に持っていく。そしたら今これでまた 50% ずつ体重が増してるでしょ、はい、じゃあ次こっちを動かしたい時はこうでしょ、うん、そしたらこっちを持って動いた。こんな動かしたらダメですよ、正面。動かすと同時に体重移動しました。戻しました。は右左手と右手で同時作業でしてあげる。で。彼に朝言ってたのは小型犬はこれしなくてもできるんですよ。軽いから。で、変な癖つきやすいんですけど、やっぱりゴールデンぐらいの大きさになるとこれをするとセントではもう全然。で、まあよくこんな犬とかこんな犬とかね、なんかこんなやつは大きめでひんやり上げてぐっと回してるんですよ。この頃ですね。でまず前足を直します。肩甲骨から真下ですね、肩幅で後ろ。じゃあかかとを上げるときはどうします。人間かかとだけ体重をまずこうピンと立ってるでしょ、かかとだけ動かしてください。動かしてこう前かがみね、前かがみっていうことは前に持っていってあげて、で肩幅よりちょっと広くて90度。理想はこれかこっちでこうやってるんです。っていうのがまず、はい。でもこの子まだ入ってるから。じゃあそこがね、マナー入ってるまで覚えちゃうとね、まあ、でも基本はたまにできることで、はいはい、教えるのも難しいよね、マナーが入ってないので。
まずこちら1番ですね。じゃあ、はい、それは復習として、じゃあアップダウンしてください。感じでよろしいですか。ありがとうございます。ね、こんな感じですよね。あと、